ガミガイデン。皆さんこんにちは、チグタです。せーのガミガイデン。さあ、ということで、はい、今回なんですけども、はい、TikTok で鬼バズりした、はい、あのキスゲームをやってみます。あの、せいちゃんこれやりたいってまず持ってきてくれたんだけど、俺らも見とって、あバズるなこれ、うん、とはなったしょみたいな。で、実際にやってみたらめちゃくちゃバズったな、ね、うん、あの、1本が130万回超えたんじゃないですか、うん、で、まあ2本くらい出したらそっちの方もまた M ぐらいいっとった気するから、だから200万再生以上いってるわけですよ。そう、ね、またなんかあの順番とオチとかも良かったよね。だ、動画があるんですけど、そう、ね、見てください。はい、キス概要欄にキスだけで有名になるせいもんなるなかな、まあ、あのルールは簡単、誰でもできます。うん、まあ、2人人が立ちます。その真ん中に、まあ、ちょっと高いところから紙を落とします、うん、それをお互いが口と口でキャッチできたら成功という、うん、おー、女の子でやりたい。まあね、で、盛り上がる、なんか一つのゲームになるんで男同士そうだね、うん、まあ、これ多分まんべんなくチューしてる。確かに、俺も嫌やと思う、うん、いや、なんか高く言ってたよね、普通にしてみてっていうの、うん、唇柔らかいってリカジさんの唇なんだ。俺は唇柔らかいよ。え、感じたことある？ある。あるやん。ある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 、全然ある。質問が気持ち悪い。質問が気持ち悪い。あるって言ってんのも気持ち悪いじゃん。坂と あの時の血を思い出して柔らかかったなって。俺は唇感じたことある。柔らかったな。あ、ある。俺は多分ないと思う。今日やろ。いい。ここ対戦決定で。対戦から戦いじゃないよね。てか、まあ、成功してもいいから。まあ、紙かティッシュ、どっちかでやっていただければいいんじゃないかなと、はい、思いますので、まあ、実際それをちょっと YouTube でやってみようと。OK! ということですけど、どうしましょう、誰と誰が行きましょうか。いや、もうこうやってやる。決勝戦。決勝戦、決勝戦。決勝戦。決勝戦、ほんなら、シート。シート、シート。お互いブロック負けんじゃん、ほんなら。まあ、じゃあ。何ちょっと声始まりそう、ほんまに嫌や、その二人でニヤニヤしながら見つめ合ってる感じ。一応戻るよ。なんじゃここでなんかここさ、もうあれや、紙関係なしにネタでやっとったよ、もう、まあ、TikTok は、もうなんかそういうお決まり意味だったんだよ。それをだから逆に変えてみるとかも面白いかな、YouTube だし。あ、置いてやりたくないよ。あ、違う、え、でもこれも真剣にこのやるしって思ってこれはあれですよね、あのお前なんで真面目にって気持ち悪いな。お前ガチでね今お前はってこれ落ちとか関係なくもう、まあ、しっかりやる。あ、もちろんもちろん、これ取れ高知らないよ。取れ高とかじゃない、もう成功させようよ。そうや、ね、なるほどね。キスをしないのが成功ですよ、ね、うん、そうそう。キスしてしまった時点でこれミスなんですよ。そうそうそう、そもそもそうなんです。そうなんです。だからいかにこう髪を挟むことができるのかということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。よーい、スタート。1回戦、タカとセイチ。これ、今ちょっと速度見たんやけどさ、うん、早い、はい、それに合わしにこういったらもうガン、ガチンってなるのが一番怖い。話とか出せないの。いや、こういう感じ。もうソフトにね、うん、ソフトにギルトの速さ、ゆっくりこうでいくよ。いやなぁ。でも、いや、俺本当に止めに行くよ。いや、本当に俺止めに行ってるよ、毎回。ふざけてないわ。ふざけてないわ。止めに行きますよ。おー、ごめんね、一発成功が一番理想ですから。ごめんね、頑張って。うん、じゃあ、いや、お前、場所ちゃうって行くよ。昨日のタイミング多分、ほんまこんぐらいやね。近いっておかしいってお近い、ほんまそう。多分、見ない方がいいと思うね。見ずに、いやー、やった、無理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 。せーので、無理無理。それをお前の時試してみて。そうなんだ。一回ちょっと見ながら行くわ。これはどのタイミングで落ちるの。せーの、言ってんのか。せーの、言わんかった。あ、言わず、言わないバージョン。真剣白羽取りみたいなことかな。あ、むずいね。じゃあお前のタイミングで関係ないでしょ。あ、そうそう、正面向いてるじゃん。あ、いいね、うん、いいですね。なんかね、ほんまやったら、おい、落とせやっていうのが、多分質問が分かりやすすぎて思んない。分かりやすすぎて思んない。今落とす、うん、こういうとことか。こいつ、ほんと思んねんすよ。これが器用です。ほんとに行くよ、ほんとに行くよ。待って、ちょっと、待っちゃおう、勝ち。ちょっと、俺が待っちゃおう。そう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 。
違う、なにこれ、もういけてないの分かっとるやん、いけてないの分かって、うーん、違う、いや、とりあえずチューしたね。違う違う、今それを出したのは政治やぞ。違う違う、俺は無理やったって、次のなずり合いが始まった。一回、顎当たってなかった。うん、僕は顎に当たった。多分パンって当たって、うん、羽がずれて、ずれて、そのまま諦める。髪ちっちゃい。実際体験するとちょうど顔分ぐらい。横は横にしたら横むずいね、むずくないね。一回横でも試してみた。いやいや、二回してみるよ。嫌になっとるよ。失敗。まあでもあとこれ身長差も今思ったらあるかも。青い子しゃがんだらいいやん、何週関節つくねん。ほんまやな。これが本当の関節キス。しゃがんだことないんか。もう一回言って。あ、先生、今からするのは今のはうまい。うん、今のはうまい。本当にガチ行くなら、多分こっち見て。ここへ。え？一回通すに通して。ここに落としてもらって、もう。まあリハないよ、それ。あんま強くせんとし。でもそのままこれ落としてきたら、その2人の作戦があるよね。髪はもちろん見合ってことだよね。ちょっと待って、その空気感に耐えられんかった。ちょっと待って、あ、やばいね。恋しちゃったんだ。本当やったら、もうここにおったり、うん、ここに入ってきたり、うん、ちょっと、うん、上向くて、うん、こうこう、もうほんまに成功させちゃってる、うん、も成功したらもう終了でいいじゃん、うん。それでは2回戦、ヒオ VS 青い、じゃあ対戦のタイミングでお願いします。はい。見てて、うん、うまそうな人とやろうかな。タイミングもらう人やったら成功できそう。言うたら、タカ君かな。なんで嫌そうなの。結構あれ怖いねんな。これタイミング、ま、歯が当たる。まあね、まあね、まあね、ちょっと怖いねんな。一回これで、ティッシュの方がむずいもんだ。ティッシュの方が楽かもしれない。あ、多分けどこうなってこういうのだよね、ティッシュだったらね。髪は早いからもう瞬発なんだよね。じゃあ、3回戦、大勢とタカいきます。でもね、多分さっきの青井くんとキヨの感じでいけると思う、うん、あ、ほんと？お前、近い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 、やめろ。一回落とすだけ落としてみて。あ、いいよ。いや、早いわ、早いわ。あ、で、そろそろお前、本当にキスで取れるよ。ごめん、ごめんって言ってほしい。迎え入れる顔してたんやか、もう俺ここで待ってるから。そう、あ、なるほど。そうそうそう、俺がお互いドンじゃなくて、うん、お前だけがドンでいいんだよ。あ、なるほど。そうそうそう、それで行きましょう。待ってるから俺、うん、待ってるから俺、うん、待ってるから俺、うん、待ってるから俺、それで行こう、それで行こう、それで行こう。待ってる顔ってことね。今高くんがするのはキスを待ってる、ね、でも目つぶっちゃうか俺も、でも目つぶっちゃうか俺も、目つぶっちゃうか俺も。これってさ、もう唇こっちなのか、うん、もうこっちにしといた方がいいのか、まあ、そっちの方が、まあ、より出るかな。見てるから、あえてこの口やってみるじゃん。いや、そっちは嫌よ。なんか俺が嫌いやろ、お前ら。俺が嫌やろ。成功させたよ。お前成功させたやん。お互いとかもう手伸ばす状態や、うんうん、もうこの初速もマックスやから、もうこうじゃなくて、もう最初からそう。そうだね、じゃあ、タカト大勢の、はい、成功なるか。何も言わずにね。最悪やわ。
今ちょっと大勢に当たったけど、当たらんかったら確実にもう止まっとった。え、ちょっと早かったけど。絶対止まっとった。うん。ちょっと当たって、トンって当たって、それで早めに。お前、これで邪魔や。その分が、その分が、その分が邪魔や。俺はもう目つぶってたからどうなったのか、まあ、分からなかった。俺ちょっと焦りすぎたかも。ちょっともう一回やって、絶対できる。もう一回できる。もう一回やって。それは刺さっていて、それは刺さっていて。え、さっきの俺って、さっきで一応いい？なんか早いっすよ、なんか早いってお前キスしたいが寝てるよ気持ちが前のめりになってるこれ髪がまっすぐ落ちとったら絶対いけるそれが女の子にそこまで葵がいるよ、ね、ってことはお前がさっさってもどかしいこうやっとったら絶対できる投げ顔がそう言ってる本人たち2人やってる本人やから投げ顔がこうあともう一回入れたいしもう一回この距離で見とったらすごい分かる投げ顔が言ったら、口出さないね。そうね、全然あの、いくち、俺じゃなくてもいいね。ここまでやってきた、そうね、何回かこうやる。俺、目つぶってこうするだけだからさ。ちょっと待って、ちょっと待って。まあなので皆さんもぜひあの、まあ、カップルでやるのもよし、うんうん、で好きな人がいる合コンでこの話を持ちかけるのもよし、よし見て見てこの動画これ真剣っていいよで男同士でやるのもよしよしよしこれなんていうということで、この動画面白いと思った方はチャンネル登録グッドボタンコメントお待ちしております。以上ジュエンドでした。